本校 Linux におけるマルウェアでは Linux を対象に、たウイルス、トロイの木馬、コンピュータワームといったマルウェア、及び対策ソフトウェアについて解説する。Linux やユニックス系オペレーティングシステムはセキュリティに優れていると考えられているが、当然ながら、マルウェアの問題はある。Linux は、未だにマイクロソフト、Microsoft Windows が直面しているようなマルウェアの、 反乱という脅威にさらされていない。マルウェアがルート権限を取得できないことと、Linux の脆弱性の発見に対する迅速なアップデートによるものだと考えられている。とはいえ、Linux 向けに書かれたマルウェアは増加していて、2005年から2006年にかけて422から863と倍になったとのことである。Windows 向けのウイルスは、 約11万4000で Linux 向けのウイルスは Windows ウイルスの総数の0.76%に当たる。Linux のマルウェアについてカスペルスキーラボのシニアテクニカルコンサルタントシェーン・コルソンは以下のように述べている。Linux におけるマルウェアの発展は単純に Linux、特にデスクトップ OS としての Linux の人気が高まったことに起因する。 OS の利用の拡大は、そのまま、マルウェア制作者の興味の拡大に結びつくと言っていい。しかし、このような見方は普遍的なものとは言えない。Linux の熟練システム管理者であるリック・モーエンは、そのような議論は、Web サーバや科学技術用ワークステーションといったデスクトップ用と、以外の分野におけるユニックス支配を無視している。 アパッチ HTTPD Linux X86Web サーバーを攻略したクラッカーが恐ろしく多くのプラットフォームをターゲットにした環境での攻撃への応用に簡単に成功しクラッカーとしての名を馳せるなどということがあるだろうか少なくてもそんなことはまだ起こってないと述べている一部の Linux ユーザーは外部とやり取りするファイルをスキャンするために リナックスにアンチウイルスソフトを導入する必要性を議論している。例えば、このようなソフトウェアであるクラミブは、マイクロソフトオフィスマクロのウイルスや、携帯電話向けのウイルスを除去している。セキュリティフォーカスのスコット・グラニマンは以下のように述べている。ある種のリナックスマシンには、間違いなく、アンチウイルスソフトが必要だ。例えば、 サンバサーバとか NFS サーバにはウイルスを広める可能性のあるワードやエクセルなど仕様がオープンでなくて脆弱性のあるマイクロソフトのフォーマットの文書が置かれる。リ i ックスメールサーバはアンチウイルスソフトを導入してアウトルックやアウトルックエクスプレスのメールボックスに流れ込む前にウイルスを無害化するようになっているべきだ。 信頼できるソフトウェアレポジトリを使うことで、マルウェアを実行する危険は大変小さくなる。なぜなら、パッケージメンテナーが、マルウェアでないことをチェックしているからである。この場合、安全な経路で、ファイルのチェックサムをダウンロードするので、古典的な中間車攻撃や、ARP ポイズニング、DNS ポイズニングといった手口は検出できる。電子署名を確認すれば、 攻撃行動をかけるのは、オリジナルの作者、メンテナ、システム管理権限を持った人に限られる。つまり、トロイの木馬とウイルスに対する欠陥は、完全には信頼できない開発元のソフトウェアを実行した場合と、そのような理由から、標準、レポジトリとしては外されたようなレポジトリからソフトウェアをインストールして実行することから来ることになる。昔から、 ユニックスライクな OS ではネットワークからの要求に対応する SSH や Web サーバーといったプログラムの脆弱性が問題になっていた。また、運用に問題があり、弱いパスワードが設定されている場合や、Web サーバーでは脆弱性のある CGI スクリプトが使われている場合もある。これらはワームや個別のターゲットに対する攻撃で問題になる。 セキュリティアップデートを怠っていたり、ゼロデー攻撃の場合、このような脅威にさらされる。古い Linux のディストリビューションでは、比較的、バッファーオーバーランの問題に弱かった。つまり、プログラムが、バッファーオーバーランに関する、脆弱性を抱えていた場合、カーネルによる保護は、限定的で、そのプログラムを実行したユーザーの権限下では、任意のコードを実行することができた。 生トイドビットを設定することで、一権ユーザのプログラムの欠陥から、ルート権限のダッシュまでできる。このような状況は、攻撃者にとって魅力的な状況だったと言える。この問題は、2009年のアスルールのカーネル導入によって、大体解決された。2007年から、クロスプラットフォームのウイルスが登場するようになった。このことは、 openofice.org のウイルスバッドバニーの出現によって始まった。コンピュータセキュリティ企業、シマンテックのスチュワート・スミスによれば、このウイルスが問題なのは、スクリプト環境、拡張、プラグイン、アクチベックスといったものが、いかに攻撃されやすいかということを示すからである。機能拡張に夢中になっているソフトウェアベンダーでは、 いつもこういった問題は忘れられているからね。クロスプラットフォームクロスアプリケーション環境で生き残るマルウェアの能力はウェブサイト経由で配布される傾向がさらに強まってきたことと特に関係があると考えている。このようなウイルスを使ってプラットフォームに関係なくウイルスに感染させる JavaScript をウェブサーバーに置くようになるのは時間の問題だろう。とのことである。 一般に、Linux は、ソーシャルエンジニアリングを使った攻撃に弱い。実際 GNOME 用の視覚効果、アプリケーションテーマファイル配布サイト GNOME-LOK.org、OK. では2009年12月に、出す攻撃を行うプログラムを仕掛けたスクリーンセーバーが、発見された。クラミーブが GUI クラム m 特で、Ubuntu 8.04 Hardy Hellon 上でスキャンをしている。 ところサーバ向けを中心として以下のようなソフトウェアがある。以下に Linux のマルウェアを挙げる。ただし、これらは基本的に過去のマルウェアのリストであり、実際の脅威は今後新しく作られるマルウェアや新しく発見された欠陥やマルウェアに利用されてこなかったような欠陥をつく攻撃であることに注意されたい。ありがとうございます。